はい、えー、ホワイトベース、完成、完成放送じゃない、関連放送でございます。はい。えー、と、今日は、あの、ドラレコの話をちょっとしたいんですけど、あの、ドラレコつけてますか皆さん。はい。で、僕がね、えー、聞いてみるとですね、まあ、コメント欄の中から推測するになんだけど、割とつけてない人の割合が多い気がしますね。 パーセンテージで言うと、相当低くなるんじゃないのかなと思うんですけど、僕、一応、自称、バイクドラレコ装着推進委員会というですね、えー、あの委員会委員、委員会を作ったの、うん、委で、委員会長なの、僕。 あの学校みたいな感じでね、あの委員会とかね、係みたいな感じでね、あの作ったんですけど、はい、会員1名、会長1名、全部僕です。はいえー、なんですけど、あのドラレコの、ね、普及率って、意外とバイクの場合は進んでないんですね。で、あのその理由の最たるものが、まず高い。はい 高いです。ドラレコ。ちゃんとしたやつ3万ぐらいします。はい。で、あと、あの装着がですね、えー、ハードルが高いですね。はい。あの、電源取り出して、えー、配線し伸ばして、えー、カメラ取り付けて、なんて、もうこの時点で、えー、ほとんどの人がですね、えー、できません。はい。 何言ってんだ、二宮。そんなの簡単だよっていうふうにね、あのー、思ってる方いらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うんですけども、いいですかあなたが簡単だと思っていることっていうのは世の中では結構レベル高い話です。ほとんどの人はマイナスドライバーとプラスドライバーがあるっていうことぐらい知ってればすげえなっていう感じです。はい、本当だよ。マイナスドライバーとプラスドライバーというのがあると。ね でそ,のそれぞれがこう、ね、サイズが何種類かあったりとか、世の中のドライバーの,の,の,、ね、の,の,バーのほ,ほとんどがプラスであるということとかです、ねえー、あと、あのー、そのどっちに回せば閉まるのかとか、はいえー、それかその、なんていうんですかねそのなん、合わないドライバーで回すとどうなるかとかね。あの そういうところの話になってくると、もう9割方の人がね、分かんないんですよ。実を言うと。はい。で、それに加えて、それに加えて、あの、電気の話が入ってくるとですね、ええー、まあ、あの、大体の人はついてこれません。はい。なので、あの、ドライブレコーダーのほとんどがね、バッテリーから電源を取り出して、アクセサリーでオンオフして、なんてやりますけれども、あのー、大体分かんないですね。ハードルが高いから自分でつけられない。 うん、となると、お店に頼まなきゃいけない。そうすると、工賃がさらに1、2万かかると。だから、3万円のものを取り付けるのに、えー、3万円かかるとかねあの、そういう話になってきちゃったりとかするわけですよ。で、つけたらつけたで、あの今度、じゃあつけたやつが壊れたらどうするかって、また全部外さなきゃいけないとか、あのいろんなことが発生して、つけたらそ、その、待機電流のせいで、えー、バッテリーが上がる、まあ。待機電流でバッテリー上がるって結構難しいと思うんだけど、なんだかしら配線不良で。 あのおかしくなるとかねあの、まあ。いろんなことが起きてきたりとかして、非常にこう、車に比べると、ね、車はね、シ4月下で電源取って、ここにペって貼り付ければ、付けられるじゃないですか、ね、最低限ねあの。そういったことが、まあ、あの一番のハードルになっているなと思います。はい で、あの、よくね、コメントであるとか、あの、アクションカム、中華製のアクションカムをループ録画にして付ければいいじゃんな。そんな簡単なことも、井宮はわからないのかみたいな <laughs> ね、あの、書かれたこともあるんですけども、あの、中華製アクションカムはアクションカムですので、ドラレコには向かないです。はい、ドライブレコーダーと、 アクションカム。アクションカムっていうのは、そう、身に装着したりとかして映像を撮る、元ブログとかやるものなんですけども、これは同じものじゃないです。あの、用途が違うので、あの、記録用のカメラとですね、えー、映像撮影用のカメラを一緒にしてはいけないです。はい。あの、全然違います。映像動画を撮るっていう点においては同じなんですけど、その点以外は全部違うので、あの、アクションカムをドラレコに使う。 流用するっていうのは詳しい人ならやっていいと思うんですけど、それのに詳しくない人はね、えー、中華ドラレコ中、中華アクションカムが5000円で安いからとか、あの、買うと、もうそのまま、ドブに捨てることになりますの、ね、で注意してくださいね。はい。で、えー、そんな中で、あの、僕が今まで紹介してきたり、使ってみたり、使ってみたけども紹介しなかったやつとかもいろいろあるんですよ。で、その中でこう唯一ね、あのー、おすすめできたのが、 あの、バッテリー式、簡単接続でおすすめできたのが、まあ前、前回、あの、冬かななんかやったと思うんですけど、ムーフですね。ムーフっていうやつう、ドラレコがあるんですけども、これはね、駆動時間が本当に長いんですね。で、装着そのものもミラーの、ミラー外して、あの、ミラーの基部につけるだけでいけます。ミラーも外せないっていう人多いと思うんですけども、ミラー、自分のバイクのミラーぐらいなんとか外せるようになってくれ。はい。 って言っても最近のバイクのミラーってね、あの、まあ、逆ネジだったりとかね、あの、そのネジがダブルになったりとかですね、割と難しいんですよね。割と難しいの。 で、でも、オープンスパナで外せるし、あの、ミラーっていうのはね、バイクの中で一番緩みやすい、外れやすいようになってる場所だし、自分で調整、ミラーはね、教習所でも自分で調整、えー、するアクションっていう必ず叩き込まれたでしょそういうのもあって、ミラーの調整っていうのは必ず自分でできないとならないものなので、えー、ぜひこれを機会にね、ミラーだけは外せるようになってください。はい。 ね、その場合逆ネジだと、あの、逆ネジを思いっきり締めてやるとか、あの、やつとかね、たまに見ますんで、ええー、そういうのはね、あの、気をつけていただければなと思います。はい。で、 えー、まあ、ミラー外してね、その基部にステイが付けられるので、あと、ムーフはですね、あのー、撮影時間が非常にこう長いですね。まあ、新品状態での話なんですけど、8時間以上持ちました。はい。で、あとあのー、まあ、取り外し柄、一回ね、そのミラーのね、元につけちゃえば、あとはその、スポスポってこう外れますので、まあ、それすらもちょっとわずらわしさはあるんですけれども、充電すれば使えます。また、あの、どんどん使えますので、 大抵8時間だと1日のツーリングで十分持つ感じですね。はい。で、あとはね、あのー、だいぶ前にレビューしたんですけど、えっ、ー、とね、朝日なんとかっていうと、このドライブマン。 ア、はい、サヒリサーチのドライブマンですね。これも、おまあ、ちょっとステーがこれね、確かマウントがインチネジのマウントなんで、あのカメラのね、やつなんで、そのまま付けられたかどうかっていうのはちょっと覚えてないんですけども、これ自身も、あの、付属してるステーが接着剤でベトって付けるやつだったりとかしますんで、あの、非常にこう取り付け自体は楽です。で、これをお勧すすめさせていただく理由としては、未だに白バイ使ってますね。はい。 白バイに導入されてるやつは、売ってるやつはちょっと型が違うんですけども、まあ、おおむね同じものだというふうに聞いてます。はい。で、まあ、こいつ、ヘルメットにつけてるやつあの、 おまわりさんね。あの、白バイの人ね。で、これあの、カメラが 180g ぐらいあるんですよ。ステイ入れると多分 200g ぐらいあるのね。ヘルメットの片っぽ 200g 乗っけとくって結構バランス崩れるんですよ。だから現場の白バイ乗りからは、あの、頭のバランスが崩れるっていうことで、なんでこんなものつけさせられてるんだっていう不満があるっていうのは、直接聞きました。はい。ね。だから、あの、あヘルメットにつけるのはおすすめしない。やっぱ、あの、車体につけるといいと思う。はい。 で、ね、よくあの、ドラレコで手ブレ補正を問題にしている人いるんですけど、ドラレコに手ブレ補正機能ってあんまりいらないかなと思います。そんなもんつけるぐらいだったら、あの、まあ、撮影時間がより長くなるとか安定性が上がるとかね、そういったことの方に寄与してもらいたいなと思います。で、あとあの、大体 Wi-Fi 接続で携帯でどうのこうのってあるんですけども、ドラレコって基本使って、 つないだまま使いっぱなしなので、携帯に接続するときっていうのは初期設定と、後からその、何かあったときにね、えー、映像を確認するときぐらいなもんなので、あんまりその、携帯側のアプリ高性能である必要は僕はないんじゃないかなというふうに思ってます。はい。 でまあ、この2つが比較的接続簡単なもの。で他にもです、ね、接続簡単なドラレコを、まあ、我らがアマゾンで,です、ねえーまあ、調べてみるといくつか出てくるんですよ。いくつか出てくるんですけど、あのーまあ、僕が以前やったあしゃべるドラレコマックスウィンとか、ねあのー、もあるんですけど正直、あの辺は性能はうんぬん。 として、あの、やっぱり電源を接続して使わないとですね、そんな何,何時間も持たないです。その8時間とかね、そういう連続撮影ってのはちょっと難しいんですね。なので、あの、取り付けは簡単だけれども、基本的に電源、まあ、ああの、u s b 5ト電源が出ているもので、えー、線をつないで使うというですね、えー、前提じゃないのかなと僕は、まあ、あ考えてます。はい。ね。 まあ、あとはね、使ったことないのばっかりだからね、僕から、僕の口からは何ともなんですけど、えー、っとね、まあ、あまりその、ここれすぐケースぶっ壊れるよみたいな商品名出して言うのはあれなんですが、1万円くらいの外付けのやつは、あの、たい あの、僕がレビューしてないやつは、ケースそのものが割れたりとかしますんで、もうケース割れてるとそこから水入るからね、多分すぐ壊れるだろうなっていうのと、あとなんかね、あのもう一つ、本体がね、こういう風に曲がってるやつとかもね、レビューでもらったんですけども、これは正直その外側のステーと本体のサイズが、寸法が全く合ってなくてですね、あの、もう、 取り付ける以前の問題ですね。で、あと防水カバーのですね、あの防水とされている端子カバーそのものがゆるゆるガタガタで、あこれはちょっとなんかレビュー以前の問題だなと思って撮ってなかったりとかしてます。はい。 なので、本当に自分が使ってて、これ大丈夫じゃないっていうふうに言えるのは、あ朝サリサーチドライバー。これもね、僕、重たいから長いこと使ってないんだけど、あの、電池の持ちはね、確かにこれは良かったですね。はい。で、これ面白いことにね、商品そのものが、あの、新しくなってないね。僕が、あの、レビューしたときと、あの、比べてね、新しくはなってない。 まあ、ってことは、まあ、性能が安定しているとも言えるんですけれども、その代わり、あのー、映像のですね、えー、解像度っていうのは、1080p ですね。1080p の27.5フレームって書いてありますけれども、はい。えー、1080p っていうのはフル HD ですよね。あのー、 720p っていうのが HD ですね。あの、フルハイビジョンとハイビジョンの差です。だ今 4K の世界なんで、フルハイビジョンでもだいぶ、解像度低いなと思われるかもしれないんですけども、まあ、記録映像なんでね、正直 720p でも僕はいいんじゃないのかなと思ってます。それよりは、 作動時間と撮影時間が長い方がまあいいかなと思いますので、まあまあ、あの、この、これもね、駆動時間8時間連続っていうふうに書いてあります、フル充電でね。なので、あの、そのくらいこれも確かに持ちました。はい。 えー、まあ、これはこれで、その目的そのもの、撮影と、撮影というかその記録というね、目的には合っているので、今回押させてもらってます。はい。で、ムーフ、僕がね、レビューしてからかなりなんか売れてるみたいで、あれなんか店舗販売をね、あの前提にいいですね、メーカーさん考えてたらしいんですけども、今んところその、その受注分でかなり売れてるようで、えー、通販メインになってるそうです。えー、なので、あの、通販、 のですね、URL を下に貼っておきますので、えー、取り付けが楽で、えー、なおかつ実際に頑丈にできていて、えー、防水もしっかりしていて、ちゃんと動くっていうものでは、まあ今んとこ新しいので、これしか推奨できないかな。で、ムーフね、あのー、端子カバーのゴムのね、あの、蓋がね、結構外れて脱落しやすいんで、そこ気をつけてください。はい、僕使っててなくしました。はい。 ですね。ちょっと持ってこようと思ったんですけどね。ちょっと忘れちゃいまして。はい。で、まあ、そういうのじゃなくて、ちゃんと、あの、配線して自分が付けられるよっていう人は、あの、三ツ葉三工場のね、EDR シリーズ、えー、これを使うのがよろしいかなと思います。これね、安電流も低いんで、えー、やっぱりおすすめですね。で、それ以外の、お、まあ、アマゾンブランド、中華ブランドで、えー、安いやつ、どれがいいんだろうっていう人は、 ええー、まあ僕が今んとこ使ってて安定してるなっていうのはブルースカイ C のバイク用ドラレコですね。この14,877円の、ええー、とね、これ書いてないな型式みたいなやつ。前後カメラのやつですね。書いてあればいいんだけどね。これはね、僕 WR で使ってますけども、ええー、評価も良くてね、かなり安定してて、12,877円ですね。 はい。これはね、割といいかな。うん。ただ、その中華ドラレコと、その、まあ、国産ドラレコで最近境目が非常にこうないなって思います。で、どちらの方がいいのって言ったら、どちらとも言えないです。 はい。で、僕の場合は2つ付けてます。あのー、心配な場合はね、2つ付けてます。前後ドラレコを付けて、で、えー、それからあー、どちらかの方向のドラレコをつけて、あの前、前方ドラレコを付けてるんですけども、まあ、大体そうですね、僕自分がこういうの、こういうガジェット好きでよく買うっていうのもあるんですけども、あのー、まあ、定期的に点検して、えー、ちゃんと取れてるかな、動いてるかなっていうのは見ます。 でそれであの取れてればよし、でなんか取れてなかったりとか不具合が出てたらもう付け替えてますね。大体でもそのスパンってのは3年ぐらいなんですけども、どうですかね、あのドラレコ、付けっぱなしのドラレコ3年で交換するっていうのはサイクル早いのかな、ねまあ、三つ葉さん、ね、コーワの3年で交換するっていうなんかちょっともったいない気がしますけれども、まあ、1万円台、1万2000円とか3000円とかで、ね、売ってる中華ドラレコ。 を、あの、まあ、あサブ、予備、予備というかね、バックアップでつけてる。えー、ただ三つ葉さん個はメインでつけてて、えー、中華ドラレコバックアップでつけてると。で、中華ドラレコはたまに見てみて、壊れてたら使うのを取り替えるとかね。えー、っていうのでいいんじゃないのかなと思います。えー、記録はね、非常にこう大事です。はい。 まあこの話最初にするべきだったんですけど、あの、昨日のね、メリノピンク、メリノさんのね、動画を撮って、そのコメントを見てもちょっとびっくりしたのが、あの、その、この事故は誰がどう見てもプリウスが突っ込んでるに決まってるだろうと。これで過失割合をバイクの方に化するなんてありえない。っていうふうに、そんな感じのコメントが書いてあるのを見たんですけど、 あの、ゲロマです。はい。甘すぎです。はい。確かにプリウスがね、対向車線にはみ出した。これ自体は、プリウスの過失なんだけど、対向車線にはみ出したのが、例えば100ゼロだとすると、そこからお互いに違反があったのかっていう部分を加味していきます。はい。で、これがどちらかの主張によるものなんですけども、例えば、プリウスの側がね、 相手がものすごいスピードで突っ込んできて避けきれなかった。なんて言い出したら、バイクだからスピード出してたんだっていうことで、過失がバイクにつくんです。これ、本当にありました。僕の友人がそうでした。はい。対向車が中央線を、あの、飛ぶ、車線で、ね、中央線をあの乗り越えて逆走してきて激突したのに、車の方が バイクが速く走ってきたから、スピード違反して出してきたから、避けきれなかったんだっていう自己弁護を、本当にするんですよ。ね。でも、あのバイクのがもうそんなことはないって言っても、法定速度で走ってたかどうかっていうのを証明できないわけだから、ドラレコがないとね。証明できないから、そこで過失がついてしまうんですね。はい。納得できないでしょ ね、納得できないんだけど、保険屋っていうのは、保険会社っていうのはお金払いたくないもんだから、そこで過失割合1でもいいから、あの、取ってですね、支払い金額を減らすっていうのは、アジャスターの実績になっちゃうんです。はい。だから、喜んで、あの、その自己弁護を取り入れるんですよ。はい。ね。わかりますひどいでしょね。もしくはね、 あの、プリウスが突っ込んできてても、逆に、向こうのバイクがセンターラインをはみ出してきたから、俺はそれを避けようと思って、右側に突っ込んだんだ。ね。こんな言い方もできるわけですよ。ね。そうすると、バイクがセンターラインをはみ出したっていうこと、はみ出してないっていうことが証明できないのであれば、はみ出したんじゃないかっていう、 過失割合に警察はしてくるわけです。はい。ね。警察は正義の味方じゃないんです。はい。悪の味方、悪の秘密組織です。はい。悪の秘密組織っていうとね、あの、あれなんだけど、まあ、悪のってのは冗談としてね、証拠に基づいてしか物事を決めないんです。客観的に証拠に基づいてしかめ決めない。じゃあ証拠がないものはどうなるかっていうと、証拠がなかったら跳ねるわけじゃないんですよ。証拠がなかったら間を取る。 こともあるわけですね。事故については、それがバイク、どうせバイクだから飛ばしてたんでしょっていう先入観がね、警察にはあるから、どうせやってたんでしょどうせ飛ばしてたんでしょそういう形でやっぱり、過失割合をつけてくるわけですね。違反してたっていう証拠がないけれども、違反してないという証拠もないからと。これおかしいと思うんですけど、でも世の中そういうもんです。はい。だから、 あの、それがね、誰にとって得意になるかですよ。ね。あの、違反を取ったら誰にた対して得意になるか。ね。っていうことです。はい。わかりますよね。はい。まあ、とりあえず、とりあえずですね、あの、保険会社というのは払い渋るためには何だってしてきますので、まあ、あの、宣伝になっちゃいますけどね、そういう時にやっぱり力になってくれ,るとくれるのは自分の入っている保険じゃなくて代理店なんですよ。代理店、 の中でプロ代理店、プロの代理店がどれほどね、えー、味方になってくれるか。1 0 0の事故だと、自分の入っている保険会社っていうのは力になってくれません。はい。 力になってくれないです。向こうの保険屋さん、もしくはフリーダイヤルに話してくださいっていうだけです。で、どん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 不利なこと言われて、時間引き伸ばされて、で、えぇ、ー、中途半端なところで約場させられるっていうのが向こうの手段です。手なんで、あの、そういう時にね、使える特約だとか、相手に対して交渉してくれるっていうのは、あの、ほぼただの、ただ、ただ仕事。 お金入らない、ただ仕事なんですけども、あの、プロ代理店さんはそれやってくれますので、まあ、もしですね、あの、まあ、いつも言ってますけど、プロ代理店紹介してくれ、全国でやってます。全国規模でやってますので、えー、僕の方にメール、お名前、住所、電話番号ですね、いただければ紹介します。はい。ちょっと話し取れましたけども、ついでなんで話しました。はい。 えー、そんなわけで、えー、やっぱりその客観的な視点での、ことが起こった場合ね、客観的な視点での操作、えー、調査にしかなりませんので、事故の後口が聞けるかどうかはわからないし、事故のことをちゃんと覚えてるかどうかもわかりません。で、その中で相手の主張だけでね、えー、物事が進んでいくとろくなことがありませんので、身を守るため、 の必需品として、えー、ドライブレコーダーは必ずつけましょう。これね、あの、田舎の方の人であればあるほど舐めてるからつけないの。で、田舎の方であればあるほど生産な事故が起こりますので、はい。えー、自分ちの周りはね、あんまりその、車の交通量も少ないからとかね、思ってる人はね、えー、逆につけた方がいいと思いますよ。逆に交通量が多いところは自分以外の人が撮影してたりとかしますから、あの、最悪つけてなくてもなんとかなるっていう話はなくもないんですけど、まあ、それでもね、すれ違った人はそのままいなくなっちゃいますからね。 結局、そのスーパーヒーローはいないし、自分自身は自分で守ることになりますので、そのためにね、あの、2、3万投資しといて、えー、まあ、3年持つ、持ちはいいやぐらいに 2, 3万個投資し,しとくっていうのは、まあ、悪くないと思いますよ。月1000円以下の計算ですからね。はい。で、自分で配線して取り付けられないという人は、僕はさっき紹介したバッテリー式のものをつける。ようやくいいものが出てきましたんで、はい。前はアサヒリサーチドライブマン ぐらいしかね、あの、バッテリー駆動でまともに使えるやつはなかったんですよ。はい。で、自分で配線できる人は、あ自分で配線して、えー、いろいろつけてみればよろしいかと。 えー、思います。で、あんまりつけすぎると、あの、自分のバイクのバッテリー小さいから、ダメなんじゃないか、ね、上がっちゃうんじゃないかみたいな思ってる人いるかもしれないんですけども、大丈夫です。ドラレコぐらいの電力で、えー、普通のね、どんなに小さいバッテリーでも、あの、12V バッテリーの筐体がね、あの、の中身がね、その下手ることではないです。非常にビビたる電力で作動してますので、えー、自信持ってつけてください。はい。 えー、以上です。ちょっと長々喋りましたけれども、バイクドラレコ推進委員会会長としてですね、えー、ドラレコをつけましょうという話をさせていただきました。はい。あ、そろそろちょっとワンコライブしなきゃいけないので、行ってきます。